皆さんこんにちはスクーの徳田葵ですさあえっ、ー、と今日はですねちょっと皆さんに聞いてほしいことがありましてあのつい最近知人から会社辞めたいんだよねっていう相談を受けましたでその時になんてアドバイスしてあげたらいいんだろうというふうに思ったのとなんていう答えが欲しいんだろうなっていうところで この動画を見ている皆さんの中にももしかしたら4月からこう環境が変わったり新しい生活になってちょっとこの仕事疲れるなとかもっと他にいいものないかなとかモチベーションが全然上がらないななんていう風に悩んでいる方がいるかもしれません。ということで今日はこの私たちがこの仕事とどんな風に向き合っていったらいいのかどう捉えていったらいいのかっていうところを、えー、3つの動画から から紐解いていきたいというふうに思っておりますまず一つ目の動画なんですが人生を肯定的に捉え直すコミュニケーション技法ナラティブファシリテーションこれを見てえ今生きている人生をどうやってもう一回捉え直して向き合っていったらいいのかそんなところのヒントを得ていきたいなというふうに思っていますでは皆さん一緒に見ていきましょうそれでは一つ目の動画どうぞ あの外在化というものが具体的に出てまいりましたけれどもじゃあ問題を自分の中にあるものではなくて外にあるものと考えるにはどうしたらいいかという、まあ、あ考え方をこうコンパクトに、えー、まとめておきましたまず問題が問題であるという、まあ、このナラティブセラピーのスローガンこの問題が問題であるというこの問題これをまずはっきり分かる形にする というのが大前提になるんですね、えー、そうすると見えてくるわけです外にある問題がねぼやっと自分、えー、それには問題を発見してそれが定義されるこう私の問題はこういうものだという定義がなされる必要があるということなんです、うん、で、えー、問題のあ外在化ですね外在化の基本構造というものとして4つ挙げておきました。まず 問題をものと考何かその自分の行動であるとか自分の性格であるとかそういうものじゃね、はい、何か外に出ているもの,としてものとして考え,考えましょう,ということですそれから、えー、2番目として問題を相談者とありますまあその悩みを抱えている人ですね、うんえー、相談者の人生における活動的なエージェント、うん、代理人として語れ、うん、要するに。 自分の問題を外に出してそれがあたかも何か語っているような代理人と自分の代理人として語っているようなイメージを持ちましょうということこれは擬人化とととうううううんでですすけどね、えー、ここいいイメージを持ちましょうということですそれから、えー、3番目としては問題形成ににおいいてては文化の役割について考えるこれは先ほど説明しましたディスコースと呼ばれる自分が抱える問題の元となっている材料 この材料は何だろうな、うん、ということを考えてみましょうというのが文化の役割という意味です、はいえー、それから最後に問題を何と呼ぶかについては相談者と何らかの一致に至るとあります相談者というのは悩みを抱えている本人なんですけどそのうん自分が抱える問題をどのように、えー、呼ぶか こここれをやっっててみよようとと思ってるんでですすののつ目ろね、はい、ネーミングというところをそうなんですよ、はい、これネーミングというふうに我々名付けておりますけれども次のスライドでですね具体的にそのナラティブファシリテーションの事例をもう少し見ていきたいと思います。はいこういうのをちょっと考えてみましたまず事例1として、えー、演技ございますね、うん、上司から仕事ができないと怒られている部下、まあ、こういうシチュエーションがあったとします。はい そうするととナラテティブファシリーーターとしてはです、ね、どのようにこの状況を理解するかということなんですが、うんえー、通常です、ね、こうやるとおそらくどちらかにを犯人にしようとするんじゃないですかね普通の。例えば、うん、や,やっぱりあの部下は出来が悪いからな怒られて当然だよと思うかもしれないし。うんうん あの上司は本当ガミ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 うるさいよなと思うかもしれないいずれにしてもどちらかが犯人になっちゃうんですねどちらかの肩を持つとするならば、はい、そうでなくてファシリナラティブ・ファシリテーションとしてこの状況を眺めるとするならば、まあ、例えば部下にフォーカスをするならば、うん、え部下の能力要するに部下,に部下の中、ねうん、に問題があるんじゃなくて。 仕事ができないっていうのが部下に取り付いて何か仕事あの部下が仕事してるの邪魔してんじゃないかというような見方をするということですこれ発想法、まあ、考え方の問題ですけどねもし上司の方に何かフォーカスをするのであれば上司に、えー、仕事ができない要するにお,お前は仕事ができないから、うん、これが、えー、取り付いて上司をイライラさせている要するに部下のことでイライラしてるんじゃなくて上司に何かが問題が取り付いて イラ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 ラしているのが部下に当たり散らすという結果になっちゃってるというような考え方をしようじゃないかということですであるいはですね関係性なんかの2人の両者の関係性のところにナルティブフ,ファシリテーションを持ち込むことも可能だと思いますそれから最後の両者の間を取り持つというところなんですが2人の間に仕事ができないなんていう問題がですねこうふーっと侵入してきて2人の 本来、ね、仕事をする仲間なんですよこの上司と部下はでも仲間という関係を壊そうとしているというふうに、うんえー、考えるということもできるんじゃないかなと思うわけですうん、うん、だからあの必ず上司を変えなきゃいけない部下を変えなきゃいけないそんなことじゃないんですよそうじゃないんですねそうなんです、はい、あのどこかに問題が取り付いていて、うん、それが今の状況を作り出しているというのが、まあ、ナラティブ・ファシリテーションの基本的な考え方であるということを言いたかったということなんですね、はい、なるほど この時に注意すべきは、はい、その人にフォーカスするんじゃなくてその中に何があるのかっていうその人にが何か問題を抱えていてそれが今の状況を作り出しているんではなくてその人の中にある問題をグッと外に出してあげてこの問題がこういう上司をガミガミさせて部下を「もうすいませんすいません」とやらしているというふうに。 眺めてみるってことなんですよ。はい。ねはい、そうすると新しい何かこう考え方っていうんでしょうかね。あのうアプローチの仕方が出てくるんじゃないかなと思うわけです。はい。うん、なるほどです。 なるほどと思いました問題を外在化するってこういうことなんだなっていうのが分かったんですけれどもそもそもこう悩んでいることに対して、まあ、自分の特性によるものなのか外的要因と切り離して考えることができるのかっていうのを一番感じました問題はものなのでその人の性格とかそういうものではないっていう風に一回捉えたいと思います会社辞めたいんだけどどうしたらいいだろうみたいな相談を 受けけたんですけどその時もじゃあそもそもなんでやめたいのか何が問題になってるのかっていうのをまず突き止めてあげてその問題となるものが素質によるものなのかそうじゃないのであればじゃあ問題自体をこう外在化してそれに対するアドバイスができたらいいんじゃないかな少し光が見えたかなって思いましししたた皆さんははいかかがでしたででょうか次ののの動画ではマーケティングの仕事とと年収のリアルとの題した。 え授業を皆さんに見ていただきたいんですねマーケターとして仕事をしている方々がどんな風に自分の人生とかキャリアとかを戦略として立てているのかっていうのが詰まった授業なんですね私もマーケターではないですけれども参考になる要素がたくさん詰まっています人生をキャリアアップとして捉えていった時にどう考えていったらいいのかというのがわかる授業かなと思いますので早速一緒に見ていきましょうそれでは2本目の動画どうぞ いいキャリアを作っていくためにはどんなことが必要になってくるでしょうか。はい、そうですね。これはもうすごい単純なことで、大きく三つカテゴリーがあると思ってます。まあ一つは単純に経歴ですね。これは本質的ではないって話は言われようがなんだろうが、結局やっぱり、えー、採用で。 えーとか何かししら転職したいなとかいろんなところに評価をされる上でスクリーニング初期にこうふるいにかけられる時にやっぱり経歴は学歴だったり社歴だったりあと特に外資でそのハイレベルな採用になっていくと専門領域が説明しやすい職域あっち行ったりこっち行ったりしてなくてちゃんとこのキャリアをマーケティングのこの領域の専門性を高めてきたんだなとかそういうことが分かりやすい職域が大事だったりしますと。つ目がが市場性性高いいい専門性スキル書かせてたただいたのは まあ単純に同じ専門性でも他の人よりすごくレベルが高いなのか他の人が持ってない違う専門性を持ってるって話と、まあ、3つ目が一番大事なんですけど供給よりも需要が上回るつまり企業からしたらすっごい採用したいんだけど、はい、そのスキル持ってる人が少なかったら当然需要と供給の関係で値段が上がるっていう意味で言うと、まあ、非常にその3つ目のね供給よりも需要が上回るスキルを持ってる人は値段が高くなりやすいですね。5 6年前だとおそらく 戦略 PR みたいな領域の専門家っては比較的低手はまただったし、まあ、今だともう少し上位領域でデジタルマーケティング全体を統合できるような人とかデータサイエンティストとかは値段が上が上りやすすいいととかか構図にななってるかなと思いますで実績は非常にシンプルで自分が関わった事業ブランド施策がこれがうまく当たりましたできましたとか、まあ、有名な成功事例を持ってる人ですよね。はい、誰もが知るような、まあ、例えば 実際、黒字にならなかったけど、ナイスチャレンジだったよねってことで言って、企業あるんですよ。はい、実際は赤字だったけど、そうすると、誰もが世の中を知るような大チャレンジ。だったら、まあ、なんかその経験を買ってくれる人も出てくるっていうでとで。これ、一、二、三と順番書いたんですけど、基本的に若ければ若いほど。一般論として、一の比重が高いですね。なぜならば、実績もないし、まだ専門性もないから。一 <laughs> の説明でつく領域の比重が上がりますと。と、年取れば取るほど。 3がものを言うというか1も当然ねあのハイレベルなハイエンドな外資とかそのいい会社で、えー、門戸の狭いところの採用されると1がないと通らないってのあるんですけど、まあ、じゃあ学歴社歴がいいからいい採用されるかってそれだけじゃ絶対いかないじゃないですか本当にあなた例えば40歳以上になったらあなたどん実績あんのってやっぱ問われますんで、まあ、3の比重が上がっていくっていう意味で言うとまあ年とともにどん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 23ともざっくり言うと20代の若手のうちは1の比重がすごく高いです。 アラサーぐらいの多分転職とか評価だったら割と2の話が浮上します30代後半以降半ば以降は割と3の話に比重が移っていくっていうようなイメージだと思います20代のうちって自分がよく分からないし得て増えてもわからないし気質もね、スキルの良し悪しもわからないので基本的に僕はあんまり えり好みせずに、まあ機会があったら、何でもやってみるっていうのは、自分を知る上でも幅を広げるすごく大事だと思うんですよね。はい、ただまあ、大体働いて、七、八年とか、アラサーぐらいになってきて、別に何歳って区切りはなくて、別にアラフォーでもいいんですけど。ある程度の経験を積んだら、自分が得意なこと、不得意なこと。モチベーションしやすい環境、しにくい環境、分かってくるじゃないですか。はい。会社や仕事選びって、なんか、なんか違和感があるのは。 下世の恋あれですけど恋人や奥さんって、はい、いい恋人いい奥さんって人によって違うじゃないですか、はい、夫婦関係って、うんね、あの友達の彼氏を見て。はい <laughs> あの人は素素敵敵と思っってるけど私は素敵じゃないいぱまあ僕もそうなんですよね。人人のの奥さん見てこと同じぐらい日、はい、みんな本当は違うわけですよね。向き不向きと、はい、ハッピーアンハッピーな環境というのは。はい、なので自分がやっぱりどうしてもこれをやりたいとか向いているなのか、はい、絶対これは避けた方がいい不得意だとか不幸だということをちゃんとある程度の年齢までに決めて、はい、やらないことを決めるってことがすごく大事で。 これを決めておかないとすすごく無駄な試行錯誤がが増増ええて遠回りが増えますと2、うん、二つ目は適切なタイミングで上位に流されない判断というのは僕すごいあえてドライな言い方するんですけど僕は別に血も涙もない人じゃなくて人間関係大事なんですけど例えばね仕事の魅力は一緒ですと年収に200万下があるところからオファーがありました、はい、ってなった時にでもこっちの方が人間関係いいから年収低い方を選ぼうってよくある話だったり、まあ、上司に囲まれてね説得されてほがされて。 ジャッジしましたそれはやっぱりかまわないと思うんですけど毎年その人間関係を200万円で買ってるって考えるべきで、えー、すごいね主戦度みたいな、えー、銭のあれみたいな考え方ですけど、えー、もうそれが理解だと思うんですよね。えー、それに200万円に値するかどうかを決めるのはそれぞれの個人の価値観でいいと思うので必ずしも炎症が高いところに行くべきとは全く思わないんですけど。 ええー、まあ上院流されない判断ってこうやってあえて書いたのは結構僕キャリア相談を受けていて、はい、アラサーのタイミングで上院流されてジャッジしそびれでその後キャリアを作り損ねたなって人は相当数いるなっていうのはめちゃくちゃ実感があってなんでアラサーって書いたかというと、うん、アラフォーになるとですね会社のブランドとタイトルと年収によって転職市場から判断される比重が増えるんですよねその人の本質や、はい、本質ではなくて、うん、この人は40歳まで仕事をして このぐらいの会社とこれぐらいまでで、えー、しかなれなかったんだなって外形的に見られやすいので後からのリカバリがすごい厳しくなりやすい例外はあるんですけど、はい、なのでこの荒さぐらいのタイミングではせめてそのちゃんと自分で考えジャッジした方がいいですよ三つ目がステージを俯瞰して成長投資を考えるというのはあのー、ステージさんの人がもっと自分がバリューを上げようとしたときに ステージ4以降の目線を理解した方がいいのか商品企画やってる人だったらデザインを学ぶとかプロモーション広告を学ぶみたいに違う領域を理解した方がいいのかっていうことは実はちゃんと横比較してみんな考えずに単に今の専門性80点を100点にした方がいいんじゃないかなと思ってるんですけど、うん、80点から100点になるから本当に評価されるのか成果が出るのかっていうの結構そうじゃないなって思うことたくさんあってすごいそのそこはドライにしっかり見なければいけないなと思っていて80点 領域を60点60点60点の人と95点あと0点の人だったらもしかしたら60点60点85点なんか持ってる人の方が仕事で成果でるってこといっぱいあるんですよね。実際は1個の領域で完結する仕事ってないのでなんで何か身につける時には、まあ、その上司のねステージ4以降の人がどういう目線で自分を見て評価をしているのかってことを知るか横を見るかってこともフラットにぜひ見た方がいいかなと思います。うんうん 細かいスキルの話失敗してきたんですけど、はい、一番大事なのは私思うのはその売上と収支ですね、うんまあ、利益に責任を持ってどんな小さいタでもいいっていうのは例えばいきなりねですよ<っ>でも例えば、えー、と3ヶ月後にお客さん200人集めたセミナーイベントをやるから任せるよと言われたらどういう会場を借りてどういうふうに集客をして、うん、集客した後どうやって成果につなぐかってことを いかに成功を定義してそれをコミットして黒字にするかとか、まあ、数字に変えられない成果を生むかってことをやっぱりどんな小さい体にもいいので何かのタスクに責任を持つんじゃなくて終始に責任を持つってことがすごく大事であのその細切れのタスクやね仕事の専門性や完成度の自己統制に酔わないっていうとこれ結構過激な言葉なんですけど。 徒くらいの時々天才クリエイターやスペシャリストってそのすげえ尖った120点のアウトプットで誰もが黙って納得させられる人は時々天才いるんですけどまあ多分20代の黒は多分780%しか自分は天才かもしれないという意味で30ぐらいで天才ではないってことを突きつけられるわけですけど30までにはね。まあ99%は天才じゃないのでぜひそうではないバリューの出し方っていう意味で言うとバ,バランスよくちゃんとコミットして成果を出してみるとどんな小さな単位でもいいから。 収支責任を持つっていうメンタリティでちゃんとやっていくと周囲から信頼を得て非常にまあ結果がついてくるんじゃないかなと思います。これを繰り返せば基本的に責任を持たせる範囲が大きくなっていって自然と仕事の評価と年収が高まっていくので、まあ、ついついねこう言語化しやすいんでスキルの話に偏りやすいんですけど本質はどっちかっていうとこのコミットメントで。 自分がスキル持ってなかったらスキルや専門性は外部から聞いて調達すればいいじゃないかって仕事とかキャリアに悩む時って、まあ、そもそも何に悩んでるんだっけということとかなんか私って本当はどうしたいんだっけっていう漠然とした悩みが 多かったりするのかなと思います。例えば、あのお給料が低いならば、まあ、別の会社に転職するってすぐに決められるけど、自分がやりたいこととか自分の専門性とかキャリアっていうものがここでいいのかっていうのに漠然と悩んでるのかなって思ったんですね。そのマーケターがどうやって成長していって、こうキャリアをこうステップとして上げていくのかっていうこのモデルみたいなものをこうやって考えて成長戦略って作っていくんだなっていうのを見れば、この会社にどのくらい貢献できているのかとか、その収支にどのくらい影響 提供を与えてるのか、視座の高い話が考えられてなかったのかなっていうふうな別の視点から見ることで、ちょっとその仕事に対する悩みっていうのが軽くなるような印象を私は受けたんですけど、皆さんはいかがですか？その知人に対してもマーケターってこうやって成長していくんだってみたいなのをちょっと話しながら、もうちょっと視座高く考えてみてもいいんじゃないっていうのはアドバイスできそうかなって思ったんですけれども、どうでしょうか？それぞれのキャリアの考え方っていうのがあるので、私が答えを出す。 っていうことはできないかもしれないんですけど何かこうアドバイスが見つかればいいなっていうふうに思いましたということでいよいよ3つ目の動画です最後の動画になるんですけれども市場価値を高めたい人がするべき自分の育て方という授業になりますで市場価値高めたいですよねこれからでも高められるのかとかも思うんですけれどもじゃあどうやって自分で自分を育てていくのかっていうところすごく興味がありますそれでは最後の動画になりますどうぞ まず一つ目。あの、そもそも市場価値って何なんだっていうところの、あの、そもそも論の話です。で、これは結構僕も昔から若い20代の時から意識をしていたことなんですけど、あの、自分が雇われている側、まあ、サラリーマンをやってる時っていうのは、まあ、お給料もらって仕事をしているわけです。で、この時に、あの、問われる市場価値っていうのは、この左上のところにある雇われる能力。 あの、英語だとエンプロイアビリティっていう、あの、言われ方をするんですけど、なので、昔から、あの、自分のエンプロイアビリティは今、どれぐらい高まっているのかっていうようなことを、すごく強く意識をして仕事をして、え、いました。あの、日本の企業、特に大企業ですと、あの、まだまだ、あの、少し改善をしてきてるとはいえ、あの、 え、年功上列だったり、あとは終身雇用制だったりとか、まあ、転職する人最近増えているものの、あの、すごく一社で長くお勤めるっていうような、あの、仕事の仕方が一般的でした。で、あの、結構その、えっと、反作用として、その企業の中でしか使えない能力のことを企業特殊的技能っていうんですけど、あの、はい、その企業の中の部署とか、えっと、仕事の仕方、えっと、カルチャーフィットみたいなところが、その会社の中ではすごく優秀な人材になっていく。 えー、ですけど、じゃあいざ転職したときにそれが転用可能なのかっていうようなところで考えると、その会社のいるときは、その人間関係だったり、コネクションだったり、仕事の仕方のルールみたいなものに適応していたので、出世はしていたが、じゃあ君は何ができるんだねって言われると、あの、部長はできますみたいな感じの笑い話が昔よくありましたけど、あの、実はそのエンプロイアビリティが高くなってないけれども、大企業の看板の中で働いてて、結果的に年収はそれなりにもらってたみたいな状態です。で、これってその、あの、結果として、 雇われる能力が高まってなかった仕事の仕方をしてしまっていたっていうことだと思うんですね。なので、あの最近の方はもう最近あのすごく強くこの雇われる能力っていうのを意識しながら自分のキャリアを自律的に作っている方多いと思いますけど、あのまずは、えー、市場価値の一つ。 ほとんどのその雇われている方っていうのはこのエンプロイアビリティっていうのが市場価値そのものだと思います。で、一方、最近その若い人でもスタートアップとか、あの、起業したりとか、ええー、している方、すごく増えてきていると思いますが、まあ僕も今、会社を経営しているので、そうするとやっぱり、あの、僕の立場っていうか、僕のフィールドからすると左下の雇う能力なんですよね。なので、どれぐらいのその人たちを、あの、雇用して、えー、自分が考えているその価値を、えー、会社という社会の好機を使いながら、えっ、ー、と、レバレッジをかけて、<laughs> テゴの原理でそれをこう拡大再生産をしていくことができるかっていうところがあの、えー、と起業した後はあとは雇う能力の方がやっぱり市場価値。 になると思うので、まあ、大きく分けると二つあるかなっていう、えー、気がしてます。で、あと、右のところにある環境適応力っていうのが、あの、ありますけど、やっぱ市場の環境の変化がもうとにかく凄まじいので、あの、この前まではそれで通用するって思っていたものをもう、あの、どんどん陳腐化していく時代に入っていると思います。なので、あの、スペシャリスト志向の話は後で出てきますけど、あの、昔は手に職だ、なんつって、なんかジェネラリストってなんか転職がしにくい。 から、あの、スペシャリスト方向のキャリア志向の人がすごく多い印象があるんですけど、 スペシャリストって、まあ、リスクはリスクとしてあって、えー、その持っているその能力自体が数年間で陳腐化してしまうっていうリスクがやっぱり今の時代はありますんで、あの、昔はなんか手に職でその道のスペシャリストになれば、あの、20年、30年食えて、えー、それで引退して、えー、いけたわけですけど、まあ、最近はその、えー、この左側の能力を一回身につけたとて、それをどんどんこう、あの、バージョンアップし続けていかないと、えっ、ー、と、市場価値は徐々に 何もしてないと下がっていってしまう。まあ、川みたいなもんなんで、ず、ずっとこう川下に流されていっちゃうんですよね。なので、頑張っているつもりでも、えっと、川の流れに逆らって漕いでるだけで、場所が変わっていない。なので、それなりに漕いで現状維持。えー、凄まじく漕がないと川上に上がっていけない。みたいなところが、このか、あの、環境適応力で言いたかったことですかね。うんうん、はい。 はい。えっとですね。あの、この IQ と EQ 問題っていうともすごく大きいと思っています。えー、こっちの方がもしかしたら、あの、その努力でなんとかなるものなのか問題っていうところに直面をする、えー、問題だと思っています。IQ は、あの、まあ、知能指数ですから、えっ、ー、と、勉強ができるとか、えっ、ー、と、論理的な思考能力だったり、まあ、そういったようなもの。 だと思います。で、この市場価値って、あの、結構この IQ で、えー、語られがちだなというふうに思っているんですけど、あの、個人的にはさっき、あの、超ウルトラスーパー、あの、ゼネラリストが、あの、最強だって言ってたのって、何かっていうと、ここの話に通ずるんですけど、EQ って、あの、心の知能指数と、えっ、ー、と、言われています。で、心の知能指数って何かっていうとですね、あの、まあ、あ すごく簡単に簡略化していっちゃうと、コミュニケーション能力だと思っていただいてもいいです。例えば、あの、僕が大学卒業して入った、あの、ノバウサキの会社は、英会話を売ってる会社だったんですけど、えっと、一応、ちょっとだけ自慢しておくと、1000人中僕3位ぐらいまで営業の成績を上げることができました。で、あの、ノバウサキなんで、あの、こう、店舗がいっぱいあるわけですよ。駅前留学なんで。で、 あの、CM いっぱいやってるので、まあ、ちょっと、どんなシステムなんだろうって興味持って入ってくる人いっぱいいるわけですね。で、あの、ちょっとパンフレット欲しいんですけどって言った方に、あの、気がついたら着席をしていていただき、気がついたらアンケートに回答して、気がついたら僕と2時間喋っていて、気がついたら英会話のプログラム買っちゃってたみたいなことをやる仕事なんですね。で、あの、ビジネスなんですけど、あの、いわゆる一般、 的な、あの、一般の人たちがお客様になるので、あの、帰りたかったらすぐ帰るし、えっと、考えときますって言っても、あの、絶対考えませんよね、みたいな感じの人とか当然いるわけです。で、この時にやっぱりすごく学んだのが、あの、人の感情の機微をどれぐらい、あの、察知することができるか。 なんですね。で、そのやっぱり A 会の営業とかを、あの、やる、やっている、その同僚とか、大先輩とかいろんな人がいる中で、やっぱり成績が高い人って、この EQ がめちゃくちゃ高い。ですよね。なので、例えば、なんか、ちょっとした話の話題の時に動向が開いたとか、なんかほ、ほ右ほっぺたの筋肉が1ミクロン動いた気がするとか、なんかね、あの、あ、今、そうですねって言ったけど、そう思ってない。みたいなこととか、 なんかそういうことをすごく察知をする。えー、まあ、継能力って言ったら、まあ、あの、それまでなんですけどね。なので、なんか人が今、どんな気持ちなのかな、えー、こういうことを言ってるけど、本当にやってほしいこととか困ってることってこういうことなんだよな、みたいなところの空気が読めたりとか、えー、できる人っていうのは、あの、やっぱりすごい、 あの、能力だと思ってるんです。で、これさっきのマネジメントとかマネージャーに向いてるか向いてないかみたいな話も、あの、ここに通じていて、やっぱりその5人とか10人の部下を持っていくと、あの、人間ですから、やっぱりいいコンディションの時も悪いコンディションの時も当然あるわけです。で、あの、褒めたりとか。 叱ったりとか、えー、いろんなその仕事をする中で一人前に育てていったりとか、ハイパフォーマーに支援をしていってあげることが必要になるんですけど、あの、べき論だったりとか、あの、こうやるべきだとか、お前、あのお、お前はこれをこう取り組むべきだみたいな話で人間なんて動かないので、あの、結局さっきのリーダーシップの話にも通じるんですけど、あの、あなたが言うんだったらやりますとか、あなたについていきたいですって思われる人間っていうのは、やっぱりこの EQ がすごい高い人間だと思ってるんですよ。あの、 仕事ができるだけではなくて、やっぱり EQ がすごく高いと人間性豊かで、あの人から尊敬されるだけではなく、やっぱ人から愛されるみたいな力。まあ、僕の座右の目が人は強みによって尊敬され、弱みによって愛されるっていう言葉が大好きなんですけど、やっぱりその 強みで尊敬はされるんです。でも、あの、あの人ってほんとすごいよね。ムカつくけど。みたいな人よりもあの、あの人ちょっと抜けてるけど、本当なんか困ってると助けたくなっちゃうよねっていう人の方が、いつも周りに人がいっぱいいるんですよね。なので、なんかこの、 尊敬される仕事の仕方をしている人って世の中にそれなりの数いるんですけど、愛される仕事ができている人って実はそんなにないんじゃないかって思っていて、で、やっぱり仕事ってチームでやるもんなんで、あの、やっぱりね、あの、人をなんかこう気持ちよくさせるというか、この人がいると場がパッと明るくなるよね、みたいな花がある人。 えー、は、僕、すごく市場価値高いと思っていて、それってここに書いてある、あ、スライド映ってないですけど、大体困難性そのものだと思うんですよ。あの、尊敬される仕事の能力っていうのは、大体困難性がそんなに高くないんですよ。もっと優秀な人連れてくればいいだけの話なんで。でも、その人がいると、パッと場が明るくなるよね、だったり、えー、なんかチームがまとまるよね、みたいなものって、あの、仕事の職務能力を超えた、この EQ の力、 なんですよね。で、これって大体困難性がすさまじく高いので、あの人じゃないとダメだっていうところに直結をする、えー、ものだと思ってます。なので、キャラクターがいいだったり、明るいとか、えっ、ー、と、感情の触れ幅が少ないとか、えー、そういう人っていうのはそれだけで僕はものすごい価値を持ってる人だと思います。はい。 あの、コメント欄ですね。やっぱり、あの、皆さん同じように思うんですよね。この EQ を高めたいっていうふうに思うんですけれども、えっと、岡田さん、心の知能指数、この高めるのって、こう、相手を思いやる気持ちなんでしょうかそれとも、もう天性の能力そのものなんでしょうか努力して獲得できるんでしょうかということです。 あの、えっとですね、ものす、<laughs> ものすごく、えっとシビアなことを言うと、この EQ というのは努力によって高めることができるのか問題にそれなりに僕も長い、えっと、期間向き合ってきてるんですけど、やっぱり、厳しい言い方をすると、七八割方もう、あの、天性って言ったら大げさですけど、もうその人の持ってるキャラクターとか性格みたいなところが、すごく大きいと思っています。あの、だからこそ価値がある。 ですよ。努力によって、なかなか、あの、向上させることができない。ただ、あの、できることも十分あって、え、それは何かというと、あの、えっとですね、さっきちょうど、あの、僕の社長友達がツイートしてて、いいツイートしてたので、リツイートしたんですけど、あのね、えー、どんな上司は嫌かというアンケートを取ると、 えっと、大体、時間を守らな、守らないとか、えっと、会議中に内職をしているとか、えー、怒鳴るとか、切れるとか、あの、感情の、あの、揺らぎがでかいとか、えっと、その時間、期限を守らないとか、まあ、なんかそういうような、あの、仕事ができないとか、そういうものってあんまり上がってこなくて、どんな上司が嫌いかっていうと、大体ね、その、なんだろう、人間性みたいな問題に、あの、修練される。で、あのー、 もう一個僕の好きな言葉で、大人なんだから自分の機嫌ぐらい自分で何とかしろっていうのが僕すごい好きで、あの機嫌悪い人ってこの世の中に結構いるんですよ。 で、僕そういう人を見るにつけ、この人大丈夫かなって思うんですよね。あの、仕事をしていて、周りに影響を与えるわけですよ。で、機嫌悪いとみんなが気使うわけじゃないですか。今日はこの人どんな感じなんだろうみたいな、腫れ物を触るような感じで仕事をするわけですけど、そうやって相手に気を遣わせてる時点で、めちゃめちゃイケてないっていうふうに思うんです。なので、あの、上司だったらなおさら、上司じゃなくても、あの、いつもコンディションが一定な人。 で、これは、あの、体が健康で風邪で休まないみたいなものもとても大切なんですけど、あの、仕事をする上でいつもコンディションが一定であるっていうのはもうそれだけですごい価値がある。でそして、e、EQ を、あの、意識して高めるためには、とにかく、とにかくいつも明るくいることだと思います。これはもう努力次第で絶対に何とでもなる。とにかくいつも笑ってなさいと。で、いつもニコニコしてなさい。で、いつも、あの、 花がある人間であることを心がけましょう。えっ、ー、と、場を支配しろって僕よく言ってるんですけど、あなたはこの会議の、えっ、ー、と、1時間の会議の中で4人とか6人とか8人とかの会議があると。で、発言、会議で発言しない人間に価値があるかないか問題っていうのもあるんですけど、えっ、ー、と、それとはまた別で、この人がいると、この会議室の雰囲気がいいのか悪いのか、どっちでもないのか。 っていうことなんですよ。で、最悪なのは、この人が会議にいると雰囲気が悪くなるっていうのは、これも、あの、最低。で、いてもいなくても変わらない。これ普通の人なんですよ。で、とにかく、あの、努力してあげられる EQ っていうのは、あの、この人がいると、えっと、雰囲気がすごく、あの、良くて、あの、いろんなアイデアがどんどん出るし、生産性が高い会議になるっていうのは、これも、間違いなく EQ の力なので、はい。あの、そこはね、あの、意識次第で変えられるし、 努力できるるしかつ、えっとね、強制的にそれをやり続けているといとううあのー、えっとですね、僕、ワークライフバランスって言葉がすごく好きじゃなくて、えっと、うちの会社のみんなスタッフにはワークライフミックスだよっていう話をすごくよくしています。で、これ何かっていうと、その、ワークライフバランスだっていう言葉の背景に、 あるものは、えっと、ワークっていうのは、えっと、お金をもらってやる仕事なので、ものすごく我慢をしてやる辛いものである。で、これを長時間やってしまうと、メンタル病むのでえ、体壊すので、楽しい楽しいライフとバランスを取りなさいよっていうことが、僕はこのワークライフバランスっていう言葉の裏側の背景に隠されているんじゃないかっていう、どうしても感じちゃうんです。で、あの、すごくなんか、僕はそれが不幸な解釈だと思っていて、あの、 えっとですね、昔あの学生時代に自動販売機の設置をお願いするアルバイトをやってた時があってですね、あの、僕、こういうふうによく喋る人間なんで昔から、あの、僕が自動販売機売ったらバンバン売れちゃって成果報酬でうわうわなんじゃないかってやったらですね、全然売れなくて3日で挫折してやめちゃった経験があるんですよね。で、その時に僕が学生時代に初めてあの感じたのは、あの、 土方作業とか好きだったんで肉体労働とかずっとやってたんですけど、初めてその営業というバイトをやった時に、あの体は全然疲れないんですよ。ただ単に歩いてピンポンして喋ってるだけなんで。なんですけど、あの、猛烈に夜辛い、飲んでてもつまらない、朝が来るのが怖い、出社前に気分がおっくで、アルバイトがないお休みの日にも次の日のバイトのことを考えて気分が落ち込むみたいなことがあったんです。で、これって、あの、 結局、ワークをしてなくても、辛いワークは、楽しいライフを、あの、どんどん、進食していくんですよね。えー、仕事してない時間も、結局、ライフを、あの、台無しにしてしまう。よく、サザエさんシンドロームってありますけど、日曜日の、あの、6時半にサザエさんの歌を聞くと、ああ、もう日曜日も終わりだ。明日から仕事だ。俺の人生終わりだって思っちゃうのサザエさんシンドロームって言いますよね。うん、で、うん 年間で52週あるんですよね。えっと、52週週末がやってくるわけです。52回。で、えっと、世の中の多くのワークライフバランスの人たちっていうのは、金曜日が一番楽しくって、日曜日の夜が一番憂鬱なわけですよ。それが年間52回やってくる。えー、それを30年、40年続けるのって、最悪の人生だなって僕は思っちゃう。ですよね。なので、人生、ワークもライフも全部実技でつながっている一回きりの人生なんで、あの、辛いワークと楽しいライフ、 をバランスを取る人生は僕はまっぴらごめんで、あの、全部一く単にワークもライフも楽しんでミックスさせていくっていう仕事の仕方をするのが、やっぱり僕の楽しい一回きりの人生の過ごし方だよなっていうことで、あの、ブラックな仕事のようにここをパキッと、えっと、分けなさいっていうようなことではなくて、あの、仕事をしているように遊び、遊びをしているように仕事をできるような仕事選びができるような努力の仕方をして、そういう仕事を あのできるようになっていくっていうことが、まあ、ここで言いたいことですかね。 すごいいい話だったなって私は心が今動いたんですけども皆さんいかかがでしたでししたょうかこれを聞いて私はもう社内のススーーーパパービジネスパーソンを一人思い浮かべましたこの方がなんでスーパーなのかなっていうふうに考えたらやっぱりこの動画で池田先生がおっしゃっていたようにもうその人がいるだけで会議が明るくなるとか場が明るくなるとかこの人に相談したい頼りたいなパッと顔が出てくる。そんなところがが市場価値が高い 人というのを身をもって感じましたそんな人になれるように明るく私もいたいなっていうふうに思いました会社を辞めたいんだよねっていうふうに相談されてるんですけれどもこの三つの動画のポイント 問題を外在化するとかマーケター的な視点でキャリアの成長戦略を考えると意外と自分の人生ドライに見れたりとかあとは最後の,そ,のそもそもの人間性的な部分を磨かなきゃいけないの視点からアドバイスできたらいいなと私は思ったので早速話してみたいなと思います。 この動画えっと本当に一部のご紹介だったのでフルバージョンは、えー、この、えー、動画の概要欄の方に貼ってありますので気になる動画から順番にチェックしてみてくださいそしてぜひぜひいいねボタンとあとチャンネル登録よろしければお願いいたしますではまた何か皆さんのお悩みがあったら、えー、動画紹介していけたらなと思いますので今後ともよろしくお願いしますそれではまたお会いしましょう皆さんさようなら